ゆっくりしていってね。さて、今回はマスコミ問題なので私が解説していくぜ。ちなみに今回から2005年に発生したマスコミ不信問題になるぜ。今回なんだけど、なんか解説するのが難しいとか言ってたけど、難解な問題なの。そういうことじゃないぜ。問題は極めて単純なんだが、政治的な部分が多いからマスコミ問題として解説するのが難しいってことなんだぜ。なるほどね。ここはあくまでマスコミ問題を扱う動画であって、政治問題の動画じゃないしね。まあそういうことだぜ。そんなわけで本編へ行くぜ。まず問題の背景なんだが、2001年1月30日に NHK が報じた ETV 特集、戦争をどう裁くか、第2夜と割れる戦時性暴力、で、日本軍制奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷という、民間団体が行った民衆法廷を扱ったことが発端なんだぜ。民衆法廷って何？法的な資格のない一般人が行う模擬裁判だな。何それ？それって意味あるの？意味があるかどうかはこの際あまり関係ないんだぜ。重要なのはこの民衆法廷を取り巻く一連の問題だからな。それでな、この番組に関連して2005年1月12日、朝日新聞が無付け番組に中川明、安倍氏内容偏り、幹部予備指摘というスクープ記事を掲載したんだ。記事では、さっきの番組に関連して放送前日の29日に NHK の幹部が自民党の安倍、中川両氏に呼び出され、番組の放送中止、あるいは内容の大幅な変更を要求する圧力をかけられ、番組内容の変更を余儀なくされたとしているな。そして、放送法3条の放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、または規律されることがない。を挙げて、政治家が番組に干渉すべきではないとしているな。事実なら大問題だけど、こうして動画にしているってことはこの記事に問題があるのね。まさにその通りだぜ。記事では、自民党の安倍、中川両氏が直前になって口出ししてきたために番組内容が変更になったと書かれているけど、これが事実と明らかに異なっていることが、この記事の直後からネット上で指摘されていたんだ。直後から、内部事情を知っている人が告発をしたとか、そんな込み入った話じゃないぜ。この法廷を主催したバウネットって組織の代表の松井彌織氏が、自分たちのホームページで公表していた過去の内容と矛盾していたからなんだぜ。ああ、そういうことか。バウネットってところのホームページで2001年当時に代表が指摘していることと、朝日や告発した NHK のチーフ、プロデューサーの証言内容に食い違いがあったと。どんな内容だったの？それがこれだぜ。この記事では、番組そのものは2000年12月27日に作られており、翌年1月19日に番組を見た担当部長から修正を命じられ、24日に修正版を見せるとさらに修正を命じられたとなっているな。ちなみに安倍氏が面会した日は29日な。ちょっと待って、これってもしかして朝日の記事にある局内ではより客観的な内容にする作業が進められたのことじゃない？つまり朝日は NHK 内で番組内容に問題があるとしてトラブルがあったのに、それを認識しながら重要なことではないかのように書いていたってことになるわよね。そうだぜ。だから朝日がこのスクープを報じると、むしろネット上では朝日とこの告発したチーフ、プロデューサーの永井明氏への批判が高まったんだ。過去に主催団体が問題にした件と全く整合性が取れないからな。ちなみに、その後出てきた様々な情報を組み合わせて、実際の時系列のコピペが2005年当時に作成されているぜ。なるほど、もともと NHK 内で問題になっていて、そのことで番組内容が変更になったのに、それを安倍、中川両氏の圧力で変更になったかのように報じていたわけね。ということは、バウネットもこの件で朝日を批判していたってこと？違うぜ。この組織は朝日と一緒になって安倍、中川両氏を批判していたぜ。え？だから当然バウネットもこの件で批判されていたぜ。以前と言ってることが違うじゃないか、とな。そもそも中川氏に至っては、NHK 幹部との面会が放送後、だったことまで判明しているしな。
あ、もしかして実はこの件以前にも自民党の議員から圧力があって、その結果が NHK 幹部の態度だったとか。それも違うぜ。そもそもな、この模擬裁判自体が放送法的に真っ黒だったことが問題なんだぜ。まずな、2005年1月13日放送のテレビ朝日報道ステーションに、安倍幹事長代理、当時、が出演し、この民衆法廷に検事役として出席した北朝鮮人のチョン・ナミョンとファン・ホナムという人物が、北朝鮮の工作員であると指摘されたんだ。事実なら問題だけど、それは本当なの。2006年7月24日に北朝鮮への制裁措置の一環として工作員と正式に認定され入国禁止処分となっているから間違いないぜ。しかもな、ファン、ホナムの方は工作員云々以前に問題だらけでな。朝鮮総連の機関紙の朝鮮新報が北朝鮮政府の高官であることをぶっちゃけてしまっているんだぜ。ちょっと待って、それって間接的とはいえ NHK の番組制作に北朝鮮政府の高官が関与していたってことになるから、放送法の政治的中立的に大問題じゃない？当然問題だぜ。しかも朝日新聞は安倍、中川両氏による NHK の政治介入と指摘したのだから、じゃあなぜファン・ホナムの関与は問題にならないんだってことになるよな。これは確かに NHK 内で問題になって当たり前ね。ということは、安倍、中川両氏はこの件の事情を聞きに行ったってことになるの？まあ、事実上そういうことだろうな。そして問題はこれだけじゃないんだぜ。まだあるの？この朝日の記事に連動して、2005年2月1日に、女性国際戦犯法廷に対する冒涜と誹謗中傷を許さない日朝女性の緊急集会という集会が議員会館で開かれたんだ。会場の手配をしたのは、民主党の石毛栄子議員当時、だったようだな。まあ、野党が与党批判のために行った集会ってことかな。この集会な、そんな単純なものじゃなかったんだぜ。実はこの集会に行ってみた、人がいたんだが、どうも会場を仕切っていたのは民主党じゃなくて朝鮮総連だったそうなんだ。しかもな、議員会館で行っている集会な上に、本来誰でも参加自由なはずなのに、この記事を書いた人たちは総連関係者に我々の知らない方にはいてほしくない、と言って追い出されたそうな。ちなみに、記事によると TBS の取材クルーは普通に会場内で取材していたそうだけどな。これ議員会館で民主党の議員が手配した集会よね。いろいろ突っ込みどころしかないんだけど。しかもまだまだ問題は続くぜ。女性国際戦犯法廷に対する冒涜と誹謗中傷を許さない日朝女性の緊急集会の電話番号を調べてみたら、在日本朝鮮民主女性同盟という組織と同じ番号だったんだぜ。で、この組織について調べてみたら朝鮮総連傘下の組織ってことがすぐに判明したわけだ。つまり、この件で安倍、中川両氏への抗議活動を行っていた主体は朝鮮総連ってことになるわね。それだけだと思うか。呆れた、まだ何かあるの？この在日本朝鮮民主女性同盟のトップはキム・ソジェって人物なんだが、調べてみたら朝鮮総連の機関紙である朝鮮新報に北朝鮮の国会議員であると書かれていたんだぜ。うわぁ？これ真っ黒じゃない？抗議集会自体が北朝鮮の国会議員がトップを務める組織に仕切られていたってことじゃないの？なんで NHK 内部で日本軍制奴隷制を裁く女性国際戦犯法廷のドキュメントが問題になったかわかるだろ。どう見てもこれ北朝鮮によるプロパガンダなんだぜ。問題はこれだけだと思うか。もうお腹いっぱいだから。まあまあ、そんなことを言わずにちゃんと召し上がれ。それでな、この番組が NHK 内部で問題になった原因は、何も北朝鮮政府ががっつりと関与しているってだけじゃないんだぜ。今度は何？まずな、この番組を制作した NHK エンタープライズ21の池田恵理子プロデューサーは、バウネットジャパンの発起人でこの女性国際戦犯法廷の運営委員の一人なんだぜ。それって、NHK の職員が自分の所属する政治団体の活動をドキュメントにしたってことよね。それだけで放送法的に完全にアウトじゃない？
しかもな、記者会見開いて圧力には屈しない、として涙ながらに内部告発、をした NHK 永井明プロデューサーも。さらには、スクープ記事、を書いた朝日新聞記者の本田正和氏も、女性国際戦犯法廷、の出席者だったんだぜ。ちょっと待ってよ、要するにこれ関係者全員身内ってことじゃない。NHK って公共放送よね。こんなの公共放送の私的利用になるから問題になって当たり前じゃないの。つまりだ、この事件の全容というのは、バウネットジャパンという組織の人間が、NHK の番組制作者という立場を利用し北朝鮮政府と組んでプロパガンダ放送をしようとしたところ、NHK 内部で問題となり、ついには政治家まで事情を聞きに来る大問題になったと。そして池田氏らは番組内容を改変されたことを根に持ち、数年後に朝日新聞と組んで自民党の安倍、中川両氏が NHK の番組制作に圧力をかけた、という話をでっち上げて、自民党議員による放送法違反、として北朝鮮の国会議員と一緒になって大キャンペーンを行ったと。これ、とんでもない事件なんだけど、なんで当時全く話題にならなかったの、まさか。そのまさかだぜ。この問題、どこのメディアも真相を一切伝えず、問題提起はネット上でしか行われていなかったからな。それがどれだけマスコミ業界への不信につながったかは容易に想像がつくだろ。呆れて物も言えないとはこのことね。しかもだ、こんな真相がソース付きで暴露されたにもかかわらず、例えば赤旗は2013年になってもこんなことを記事にしているんだぜ。え、他にもだ、2017年7月30日の TBS のサンデーモーニングで、毎日新聞社特別編集委員の岸井重忠氏が、NHK で慰安婦に関する番組の内容が放送前に漏れ問題になった、その時に若手の安倍総理は立場を考えろ、と圧力をかけた、その時から変わってない、とか言ってるんだぜ。これ、最近流行のフェイクニュース、ってやつよね。まあそういうことになるな。で、この問題を批判するとお決まりのネトウヨダー、が始まるわけだ。これだけ証拠が揃っているのにな。要するにこれ、真相を知らない人を騙そうとしているってことよね。そうだぜ、だからマスコミ業界全体がどんどん信用を失っていくんだが、それを連中は右傾化だ、とか言ってるわけだ。そんなわけで今回の本編はこれで終わるぜ。ご視聴ありがとうございました。お疲れー。なんかさ、ほんとマスコミ問題って嫌な気分になるわね。だから連中は信用を失うわけだがな。というわけで、少し明るい話題をやろうか。何よ、また変な生き物でしょ。そうですが、何か。こいつ開き直りやがった。まあ、変な生き物といっても、大半の変な生き物の紹介は YouTube でもニコニコでも散々動画になっているから、2番煎じは嫌だしちょっと変則的なやつをやるね。誰がそんなところに気合を入れろと言ったのよ。まあまあ、それで今回紹介するのは、我から、っていう海洋性の甲殻類なんだけど、要するにエビやカニの仲間ね。なんだこりゃ、地味すぎて反応に困るんだが。こいつの本領は見た目じゃないんだよ。実はこの生き物平安時代に謎の我からブーム、を起こしているのさ。はぁ？ちょっと、ネタがないからってとうとう捏造までするようになったわけ。違うから。本当にブームがあったから、古今和歌集とか、伊勢物語とか、枕草子に、我から、に関する言及があるんだよ。しかもね、我から食わぬ常人なし、と言って、殺生を禁じている僧侶でさえ、藻類に混入している我からを知らずに食べてしまっているということわざまであるんだから。なんだその無駄な我から推し。だから言ってるじゃないか、平安時代に謎の我からブームがあったって。で、面白いでしょ？面白くない？で、じゃあ綺麗にまとまったし、今回はこの辺で終わりにしておこうか。また来週。で、うわー。